男子 4×100m リレー決勝です。香川新平君、森雄飛君、村松光成君、狩谷八尾直君、第8レーン中央大学高翔英君、藤原亮斗君、宮崎拓海君、藤井勝俊君、せーの、はい、合ってる？あれね、合ってるか分かんない、まだね、あれは、え？分かんないよ。第7レーン東海大学熊田和也君、浅川大君、下地俊馬君、小島大光君、第6レーン日本大学森光平君、三田寺健君、鈴木大河君、一ノ瀬明瀬君、第5レーン筑波大学辰巳新君、池田清涼君、宇沢澤君、斉藤優真君、せーの、第4レーン早稲田大学三浦亮太君、池口秀樹君、澤大地君、西雄大君、第3レーン東洋大学前田拓夢君、柳田裕樹君、鳴島春樹君、中村翔太君、いい、おう、はい、おう、あれだ、第2レーン順天堂大学瀬尾秀明君、森田香音君、宇野翔太君、木梨俊樹君、せーの、以上8チームです。スタートしました男子 400m リレー決勝です。さあ、かなりいいスピードが入りました。まずは1走から2走へのバトンパス、4レーンを走る早稲田、好調でしたので、早稲田大学柳田君も、かなりですね、柳田が詰めました、詰めてですね、はい、さあ3走からアンカーが見えたか、最後はアンカー、アンカー勝負になりそうだ、筑波も来ている、筑波も来ている、筑波が先頭、筑波が先頭、先頭は筑波、そのままいけるか、筑波そのままフィニッシュ、優勝、38秒86というタイム、素晴らしいタイムを出しました。優勝は5レーンを走った筑波大学です。見事優勝を制しました筑波大学の皆さんです。本当におめでとうございます。ありがとうございます。第1走の辰巳さん、最初に皆さんでどんな話し合いをしてこのレースのスタート地点に立たれましたか？まあ、話し合いは、まあ、最初の入場のポーズばっか話し合ってて、まあでもそれが筑波のいい雰囲気だったなとリラックスしていきました。第2走の池田さん、先輩から受けたバトン、どんな思いで走り抜けましたか？まあ、辰巳さん、めちゃくちゃ速いので、はい、僕はもらって、まあ、トワに渡すだけかなというふうに思ってました。第3走の宇沢さん、2年生としてアンカーへどうつなぎましたか？そうですね、このメンツならまあ、勝てるとは思っていたので、まあ、自分の走りをして、まあ、1、2がちゃんとつないでくれたので、まあ、そういう意味でも自分の走りができたのかなというふうに思います。そして最後に斉藤さん、見事優勝を遂げました。どんな思いで最後走り抜けましたか？そうですね、まあ、本当に頼もしい後輩がいて、まあ、僕はチーム最年長なんですけど、いつもこう助けられているんで、最後は本当にこう持ってきたバトンを最後しっかりゴールまで持っていくという気持ちで走りました。4人のチームワークというのはいかがでしょうか？
4人のチームワークというのはいかがでしょうか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。見事このレースを制しました筑波大学の皆さんでした。本当におめでとうございます。ありがとうございます。アスリートチャンネル、ここでしか見られないスポーツコンテンツが満載のウェブメディア、関西の学生アスリートを全力応援。今日は陸上日本インカレをライブ配信。